はいえーっとね、時間がちょっと押してきたので、ちょっと森さんの個飛ばして、ね、連鎖性ありまますす、えー、と8をお願いします、はいしは、えー、岸田首相、連鎖性強化の公明案に理解、政治資金規正法改正めぐり、自民に指示、処分は説明努力で判断、岸田文雄首相は衆院予算委員会で、自民党派閥の政治資金パーティー収入不記載事件を受けた、 政治資金規正法改正をめぐり、連座性を強化するため、議員が会計責任者の監督に相当の注意を怠った場合に、罰金刑を科す公明党案について、事案に応じた責任追及が可能となる点で参考になると述べた。企業、団体献金の禁止には、禁止する前に透明化を図るのが先ではないか。 自民内で具体案をまとめ、国会での議論に貢献したいと述べ、否定的な見解を示した。永尾先生です。裏金には、えー、2種類ある、不記載収入と政策活動費です。前者は政治資金規制法改正で、後者は政党女性法改正で対応できます。誰も政党女性法改正を指摘しませんね、野党も。 これは先ほどさっき言っちゃってることなんで、連座制のことを言うと、やっぱりこれは公明党提案に乗っっかるべきですよやっぱり自民党は3月の党大会で、えー、会計責任者が起訴とされた場合は、統則、うん、で処分をするというところにあの落ち着かせようとしてるんですが、うん、これじゃだめですね、うんえー、法律にちゃんと書き込む必要があると思います。うんあと 連座性を法律に書き込むときにちょっと気をつけなきゃいけない議論は例えば、某国からこの特定の政治家を抹殺させるために入り込む秘書がですね、はい、落とし込むためにやって連座を狙うという可能性も出てきます。うん、だから連座性をなくす入れ入れなないいいとううう議論ではなく、うん、そういう危険性もあるけれど やっぱり連座制は法律に落とし込まなきゃいけないっていう、まあ、僕はそういう方向性に行くべきでいです、ね、その最後に言われた、まあ、悪意を持ってその秘書がという話はよく聞くんですが、はい、あるる話ですそ,れそれだとしたら会計責任をそもそも議員本人にすればいいじゃないですかそれで実際の実務は、まあ、秘書なり会計責任者になりて、はい、ただし最後に署名を押印するのは その議員本人とそれを、えー、あの実際に、えー、実務を担当した人と連名で押させるいやそれはね今もやってるんです今もやってるんです今もやってるですなら連座制じゃなくて議員本人に責任を負わせれば例えばそういう法改正はどうだろうという議論をするべきですね、うんうん、そこは、ねはいあ、はい島さんいかがでしょうちょっと長くなって恐縮でしたけど。<laughs> まあ連座性といっても、ね、例えば安倍さんみたいな立派な政治家が極端な話、まあ、ほんのちょっとした、ね、会計上の <laughs> 秘書のミスで,です、ね、議員の座を失うというようなことになっちゃいけないんで、ねうん、どうでもいい議員はいくらでも辞めさせたらいいんですけれどもだから、そこのところの制度設計をきちんとした上でです、ねはい、常識の範囲内の連座性というのを設ければいいんじゃないですかね。 はい、れいちゃん次です、コーナ南ー1、長尾隆静愛、自民党本部、東京都連の候補者候補に異例の待った、公明党、小池百合子氏の支援に期待、4月28日投開票の衆院東京15区、東京都江東区の補欠選挙をめぐり、自民党内で公認候補の擁立を見送り、 えー、公明党とともに無所属候補を支援する案が出ている相次ぐ政治とカネの問題や選挙区特有の事情で逆風化での厳しい戦いが見込まれ自民職を薄める狙いがある自民は小池氏が特別顧問を務める地域政党都民ファーストの会が補選に候補を擁立した場合自公で支援に回る方式も排除していない。 長尾先生です。トレーンを差し置いて本部が主導することに中央集権化というパワーバランスの変化を感じます。小池候補擁立。残念ながらあり得ると。これ最後に長岡さんも書いてるけど、やっぱり小池は私も小池の可能性もあるありと見てるんですよ。どのくらいかっていうのは難しいけども。かえー、だから自民党はちょっと待てと。うん 言ってるんだろううううというふうに普通なそう見ますよね小池候補擁立はあっちゃいけないと思いますがあり得るという部分で,、うん、で普通あの衆議院の補欠選挙まあそれ以外の総選挙もそうですけど基本選挙区支部がこの候補者で都道府県連がこれを認めてで都道府県連の決定を党本部が追認するという、はい。 形なんですけれども東京都連会長が萩生田前政調会長で、はいえー、まあ公募しようと思ったら党本部が「ちょっと待てと」とい、うん、うのはこれ今まででにないことですよねな、えー、ちなみに衆議院補選あと2つはね長崎3区は公募したけど、はい、結局。 いなかったんで、出さない不先輩が、決ま、確定しちゃったんです。で、あとは島根行く。島根行くは、実はね、野党が非常に、強力候補なので。下手すれば、三つとも取られる可能性、だ、いや、だから、僕は、小池、は目を残してるんだろうと。え三連敗だった、だって、岸田政権は、もうなくなってしまいますよ。解散なんかできない。だから、そこを、止めてんだろうというふに、僕は見てるんですけどね。でも、ちょっと、みっともないですよね。だから、ちょっと待ったっていうのはね、そういう、あの。 見立てがあるからなってちょっと、うん、心配ですそうですよね、はい、島さん、ご意見があればどうぞお願いしますこれあの、まあ、萩生田都連会長ね、自民党の、これ、安倍さんが実は自分の後継者候補としてね、最も期待してた人ですよね、でそれがですね、まあ、政調会長の座を追われただけじゃなくて、公募するとね、萩生田さんの責任で、候補公募すると言いながら、それをですね、 茂木だとか小渕優子の圧力ですいません、やめときますと萩生田氏、一体どうなっているのかともうあの復活できないのかと思わせるぐらいねちょっと非常に <laughs> 情けない状況になってますよね、ただまあここのね東京15区はえ百田さんと有本さんのねえ日本保守党が候補をまあ今週中にはあの発表して立てると言ってるんでね。 まあ私はもう今の正解に風穴を開けるためにね日本保守党に頑張ってほしいと思ってますけどねはいレイちゃん次で私の一応 CX でお願いします十二十三です <laughs> はいはい、えー。言語道断あるまじき犯罪行為二十四時間テレビの寄付金着服で日テレ社長が謝罪日本テレビの石澤明社長は系列の日本海テレビジョン放送の元幹部が チャリティ番組24時間テレビの寄付金を着服した、していた問題について、言語道断、あるまじき犯罪行為として、寄付をしてくださった皆様、番組やチャリティに関わってくださったスポンサーの皆様、聴者の皆様に心よりお詫びを申し上げると謝罪した。この問題をめぐっては、昨年11月、日本海テレビが会見を開き、当局の経営戦略局長の男性が、 平成26年以降、24時間テレビの寄付金など、計約1118万円を着服していたと発表。男性を懲戒解雇した。はい、加藤先生です。24時間テレビの寄付着服で、日テレ社長が改めて謝罪。今後同談、あるまじき犯罪行為とそこまで言うなら、24時間テレビなどというくだらない番組をやめることが優先すべき。 あのー、いやもう僕はこの変えたことにつけるんですけどその着服うんぬんはねもう,もう細かいこと言いませんよ要するに、まあ、あるべくして起きた事件なんですがだからそんなことじゃなくてあんなつまらん番組っていうをやめて寄付金を募るっていう,もうエ,エセ番組も,じも,うもうじあの事前事業みたいな顔して日テレが30年間やってきたんだけどもそろそろやめてもいいんじゃないですかというのが僕の,この趣旨ですよ。 はい、次は、ね、アビルさんの文ですが、えー、島さんにこれを、えー、答えていただきますれいちゃん、えー、14番を読んでください、はい、<laughs> 首相訪朝双方が発する異例の予兆前のめりも安易な妥協は許されぬ正念場もしかしたら近いうちに岸田文雄首相の北朝鮮訪問と金正恩朝鮮労働党総書記との会談が実現するのではないか。 最近の北朝鮮のこれまでにない動きと首相の言葉を見てそう予感している。昨今の日朝関係の現状に照らし、大胆に現状を変えていかねばならない。そのために私自身が主体的に動いて、そしてトップ同士の関係を構築していくことが極めて重要だ。首相は9日の衆院予算委員会で拉致問題の解決に向けこう強調した。 はいい島さんお願いしますこれであの北朝鮮側が明らかにね、はいえー、日本からまあ制裁解除だとか、えー、それからあの食料支援などを勝ち取るためにね、うんえー、誘ってるわけですよね、岸田さんをね、これ、今、金正恩の例の野党半島自身に対して、はい、岸田首相閣下に対してお見舞いしますからよね、はい、文えー、それからその後独裁者の妹の金与正がですね、 えー、岸田さん、ピョンヤンにおいでよと言わんばかりの、ねうん、メッセージを出しとると、はい、まあ要するにあの岸田氏がです、ねえー、支持率低下して痩せてると、<laughs> 外交で得点をげたいと思っているちうち、まあ、足元を見て、ですね直接騙しにかかろうとしてるわけですけど、ただね、あの首相包丁というのは、事態を動かす意味でね、あの私はあの基本的にやるべきだと思ってます、チャンスがあればねね、うん、ただし、ね、どういういメンバーででくかが大事でね。 あの小泉訪朝の時安倍さんが官房副長官としてついていきましたよね、はい、だからね、ある程度安心して見てられたで、あの時もね、外務省の側の責任者は田中金、アジア対応州局長でしたけれども、彼はね、もう事実上、北朝鮮とつるんで、できるだけ安倍さんに情報を渡さないようにしてたわけですよね、あの日朝の共同声明に関しても、行きの飛行機の中でようやく安倍さん見せられたんですね。 安倍さんが入っておられたことで、まあ、よく知られていることなんで詳しく言いませんけれどもお首脳会談の休憩の昼休み中にね安倍さんがこう部屋に盗聴きが仕掛けられることを知った上で、でや金正恩がですね、拉致を認めて謝罪しなければこれも、えー、午後の会議をキャンセルして帰りましょうと大きな声で言ってそれ北朝鮮側が聞いててね、えー、午後の会議で拉致を認めてきたということもありましたそれから、ね、安倍さん、帰ってきてからね えー、家族会、救う会に対してあのわざわざ足を運んでねいやあの現地の状況はこうだったとで外務省の対応はこうだったとっいう、ね、ファクトをいろいろ教えてくれてそれで、ですね、はいうん、あこれ、政府の公式発表とかなり違う点があるじゃないかと言うんで、えー、家族会、救う会の運動も私もその一人に入ってましたけれどもね、救う会で巻き返しがある程度できたと。これね もし小泉傍聴団に安倍さんが入ってなかったらどうなってたかと思うとね、うん、これ寒気がしますね。ところが、うん、今ね、まさにね、そういう状況なんですよ。岸、うん、田氏、何も考えてません。うん、でね、官房長官、副長官の一人、ついていきますけれども、一人はね、村井秀樹っていう43歳の元財務官僚、はい、これはね、木原誠二氏の公文ですよ。はい、すこれ、拉致問題に関して何も知りません。でもう一人がね 参議院枠の官房副長官で森谷博史というこれあの、去年の LGBT 利権法の時にに、ねえー、政調会内閣第一部長として岸田さんの指示を受けてです、ねはい、無理やり自民党内の民主的手続きを無視して、えー、通した、まあ、その,、ね、その論考交渉もあって官、ね、房副長官にしてもらったとっいう、ね、これも全く見識のない男ですよ。 こんなんも2人のうちにねどっちが行ったって何の役にも立ちません。うんはい、でねもう一人ね今外務省のアジア対応州局長っていうのが、まあ、生津博之氏っていうね、まあ、私も面識あるんですけども一昨日ね、えー、家族会救う会の合同幹事会が開かれてね私もその場にいましたで西岡市にね彼隣に座ったから聞いたんですよ。局長からね西岡さんに いいろ全くないという、はいうん、でね、官房副長官の2人のうち1人は北朝鮮に行くわけですよ、日中、はい、首脳会談なったら、ええで、この官房長官2人からね、西岡さんに対して、ちょっと北朝鮮問題でレクチャーしてくれという話ありますかと聞いたら、一切ないと、そしてね、もう一つ付け加えるとね、つい先日ね、ジュリー・ターナーという、アメリカで新たにね、就任した。 北朝鮮人権特使が日本に来たわけですよ。でこれもね政府はねあの全く拉致問題に見識のない、えー、外務副大臣がちょっとだけ表敬訪問を受けてであとね新潟の横田めぐみさんのね拉致現場にこれ政府がそのジュリー・ターナっていうねあのまあ韓国系のアメリカ人女性ですけどもちょっと案内したと。でねこれさっき言ったね家族会救う会幹事会の場で。 横田拓也さん、哲也さんとかね、えー、飯塚幸一郎さん、彼らとちょっと話してるときにね、彼らが言ってましたよ、いや、あのターナーさんっていうね、北朝鮮人権特使来たんでね、自分たちいろいろ話をしたかったと、ところが、日本政府から家族会に何の連絡もなかったと、はい、でで西岡市にねあ、あんた、ジュリー・ターナー特使となんかあの面,面談するっていう話、政府から来たと聞いたら、 西岡市にも一切話が政府から来なかったと、はい、だこういう状況を見てたらね、うん、今のね岸田氏それから官房副長官の一人外務省の人間で北朝鮮行ったら、うん、絶対適当にたぶらかされてねとんでもない、うん、え合意案飲んできますよだからこういう状況があるから私はね西岡に何らかのね首相補佐官でも内閣参んでも何でもいいんですよ政府の役職を与えて彼をですね 北朝鮮に連れて行って首脳会談の場に同席させると主張しているわけでこれは、ねうん、あ今言ったような、ね、危機感の表れなんですよ、うん、今の連中ね、ね西岡市に、ね、相談しようとすらしないんですよ。と<ー>いうのはもう自分らだけでねなんか変なこと決めようとしとるとこ断定せざるを得ないとだからもう1回言いますけれどもね、うん、西岡を首脳会談に参加させると私が政府に言いたいのはこの1点ですね。 大惨ですおっしゃるとります西岡を連れて行かないちゅんだったら行くなということなんですよねで,でもね家族会の人たちと私もよくお話ししてますけれども、はい、首相が行くことによってねなんだか突破口が開けるんじゃないかとみんなやっぱりね一チの望みを託してるわけですよだからねあ岸田のもう首相行かないのがいいよでそれで終わったらいいですよでも家族はそれで諦めることできないですよだからね ちょっとでもましなフォーマットを作るために一生かを入れろっちゅうねそれ総理を変えなきゃだメですよね。そこをおっしゃるなら岸田さんじゃない総理を早く選ぶという道をあの選択した方が私は早道だと思いますよ。そういういことがあだからね当面現にね岸田の間にですね北朝鮮は呼び込もうとしてるわけですよ。でそれに岸田氏が応じるかもしれないその可能性高まってるわけでね。そういうい時に 岸田首相を変えましょうっていうのを話をしたってねあしょうがなないいんじゃないですか例えばね、岸田氏ね、これだけ、まあ、彼の支持率が高ければね私なんかは言うことを無視するでしょうけれども、まあ、あの私、これからね、まあ、拉致議連の方も動かすつもりですけれども、まあ、拉致議連からもね岸田さん、えー、西岡ぐらい連れていったらねちょっとは支持率上がるよと言われたらね 石田氏は何の見識もない人間なんだから支持率上がるかなと思ったら連れていくかもしれないじゃないですか先ほど島田先生がね紹介してくださったあのメンツ、うん、まあ仮に包丁した場合、うん、専門家が誰もいないなってことでですよそれにあの政府側もまあそれは気づいちゃいるんだろうけれども、うんえー、西岡さん がそばばにいれば一番まあ鬼金棒な,なんだけれども一部にはいやそうすると日朝国交正常化交渉が、ね、進まないからということで外されてるってことでしょでも、ね、やっぱり、ね、あの国民全体の世論としてはたとえそれが困難なことであったとしても西岡先生は内閣拉致担当参与かなんかにすればしてとにかく行かせるそうするべきだと素人ばっかりじゃないですかと。 でも赤子をね首ひねるようなもんですよ北朝鮮からすればもしこの時に行った時に、うんえー、だからそのためにとにかくやっぱり西岡さんがね、うん、行くなら西岡さんと一緒に行けと、うんえー、でも今西岡さんが担当内閣参与だったらね多分絶対行かせませんよ。